絵の方向性をメンバーに提示する役割を持っています。で、最後に絵の内容をまとめたり、と場合によっては自分が手を動かしたりして参加するメンバーに自分の考えていることやゲーム内容などを伝えていく仕事です。そのイメージした世界をその人に伝えられるということが一番大きな魅力だと思ってます。人を楽しませるということを前提に自分が何かものを作り出して、でそれを届けてお客さんが実際に楽しんでもらえるっていう、そういった試みができるということがやりがいになってるなと思ってます。実際に海外で流行ってる作品だとか、あとはまあ海外の方との交流の機会があれば、そういったところから傾向を読み取ったりとか、そのディレクションをやる上でいろんな人とやり取りをすることになりますから、自分の知識も豊かでないとそういった方たちと十分な話ができないっていうのがあるので、海外の文化だとか流行りものというのはなるべく追うようにはしています。すごい賞を取りたいですね。権威あるゲームアワードで多くの方が認めるような製品に関わりたいなっていうふうに思ってます。